続いては夢に向かって頑張る人を応援するドリームプラス。今日は陸上の円盤投げで今シーズンのランキング1位に立つ注目の高校生です。重さ2キロの円盤を体の回転を使って投げ、その飛距離を争う円盤投げ。県総体を大会新記録で制した FC 今治高校明徳校3年田久保一斗選手は、インターハイでも優勝候補として全国から注目されています。円盤に大事なやっぱ手足が長いっていうのが当てはまっていて、やっぱ自分に向いているところかなって思いました。練習を積み重ねていくごとにやっぱり距離が出てきて、やっぱそこが魅力かなと思います。身長183センチの田久保選手、最大の武器は長い手足を生かしたフォームです。田久保選手は今シーズン最初の試合で50メートル25を投げ、県の高校記録を大幅に更新。高校生の全国ランキングでトップに立ち、目標とする日本一に大きく近づきました。やっぱり円盤の動きに自分を合わせるっていうところですね。無理やりこう投げに行かないというところですね。やはり投げようとするとどうしても体が力が入ってきてしまいますので、どれだけ自分の投げに集中できるかっていうところだと思います。円盤は力任せに投げても遠くに飛びません。回転する時のステップワークなど体の動きの一つ一つが飛距離に影響し、芯、技、体、すべてが求められる繊細な競技でもあるのです。そしてもう一つ、回転させることでやっぱ風に乗りやすくなって円盤がやっぱ伸びるので距離がそこで出てきます。大体の人はやっぱ指2本かけたりしてるんですけど、自分の場合はやっぱ3本以上かけて円盤を投げることにします。円盤が手から離れる瞬間に強い回転をかけられるのもストロングポイントです。ちょっと今のは完全にトルクで自分で肩で回りに行きよるから、円盤に合わせずっと回ってこない。円盤に合わせ。近藤監督からアドバイスを受けながらフォームの技術を磨き続け、見えてきた日本一。よーし。そこにはたゆまぬ向上心がありました。50メートルっていうのは出たんですけど、そこで満足すると次の記録につながらないと思うので、満足せず次にどんどん記録伸ばしていきたいと思います。ライバルと比べると細身ですが、しなやかな筋肉と技術がかみ合いランキング1位に躍り出た田久保選手。それでもまだ自分のフォームに満足せず、一つ一つの動きに磨きをかけてさらなる飛躍を誓います。自分は周りの選手に比べて力がないので、体一つ一つの部位を使って技術で距離を出せることを証明できるような選手になりたいです。まずは日本一を取って世界にも通用する選手になりたいです。日本一、そして世界へ、大きな夢を乗せて田久保選手の円盤が空高く舞い上がります。力だけではなくてステップに、そして指のかけ方、そして集中力も必要という、本当に奥が深い競技だなと感じますね。こう鮮やかだなと思いましたし、全国で世界でその自分らしい一投を見せてほしいなと思いますね。そしてインターハイが行われますけれども、陸上競技は福岡県で今月28日から始まりまして、円盤投げは大会5日目、来月1日に行われるということです。ドリームプラスでした。